やっと到着した。船旅お疲れ様。それにしても残念だったな、コウハイちゃん。本当だったらもっと大人数でこの島の別荘に泊まるつもりだったのに、急にみんな来れなくなっちゃうんだろうな。俺やコウハイちゃんが誘った友達がいないのは寂しいけどさ、その分二人だけで夏の思い出作ろうぞ。そっおっと、コウハイちゃんも乗り気になってくれたみたいだ。よかったよ。それじゃあこっから別荘までは車で向かおう。荷物だけ置いたらすぐに海に向かおう。マリンスポーツ用の道具とかもいろいろ準備してあるから楽しみにしてて。後輩ちゃんと海で思いっきり遊ぶな。今から楽しみだな。やっぱさ、この季節日差しが強いよな。パラソルの日陰にいるって言っても紫外線は女の天敵。ナナ、コウハイちゃん、俺がオイル塗ってあげようか。そんなに照れなくていいだろ。ハイカルズ可愛いじゃん。ほら、シートの上に転がって。よいしょ。ブラのホック、外してった。よし。それじゃあ、赤面してるとこ悪いけど、背中に塗ってあげる。ひんやりして気持ちいいんだ。コウハイちゃん、硬くなってるな。そんなに緊張しなくたって大丈夫。こうやっていっぱい引き伸ばして、まんべんなく塗ってあげる。だんだんと慣れてきてしまうか。気のせいか、手つきがよろしくなってきてる。そんなわけないだろう。気のせいだって。俺がどさくさに紛れてそんなことするような男じゃないって。お前が一番よく知ってるだろう。それに、後輩ちゃんだったら、俺に触られても OK だ。むしろ、期待してたんじゃないのか。これ以上からかわないでくださいって。
無理。お前の反応が面白くて、ついやりすぎちゃった。まあいい。楽しみは後にとっとく。ん？別に何も言ってないよ。気にすんなって。それより、準備も万端だけど、どうする？バナナボートにビーチフラッグ、ウェイクボードにスキューバダイビング。他にもいろいろできることあるぞ。なあ、ごはんちゃん。最初は何をした？先輩と遊ぼっか。疲れた。もう先輩、一歩も動けないかも。後輩ちゃんもクタクタだよな。まあ、俺ら朝からずっと遊び続けてたもんな。当然か。特に、別荘の使用人の人たちを狙ったビーチバレー、すっげえ盛り上がったよな。それにしても、俺、こんなに誰かと楽しく過ごしたのは、初めてかも。お前はさ、今回の2泊3日のお泊まり、俺と二人っきりになってがっかりしたかもだけど、俺は最高に楽しくて仕方ない。お前も、今日一日、久々に海で思いっきり遊べて、楽しかった。お前に楽しんでもらえるか少し不安だったけど、その言葉を聞けて、安心した。今日できなかったことだって、たくさん残ってるもんな。明日は何して遊ぼっか。なら夏休み始まったばかりだし、明日も明後日も夏休みが終わるまでずっと後輩ちゃんと過ごせるなんてすごく楽しみだな。どうした？今の俺の言い方だと、まるで夏休みが終わるまで帰れないみたいじゃないかって。これもちょっとした冗談。じゃないよ。もう少し後でバラそうと思ってたのに、俺としたことが墓穴を掘っちゃったか。何を言ってるかって、別にバレちゃったからもういい。そうだ、最初から俺は後輩ちゃん目当て。本当は君以外誰も誘ってない。この旅行の本当の目的は、後輩ちゃんをうまく誘った
この島に連れ込んだ。長期休みを使って君をじっくりと落とすことだったんだ。ちなみに君の誘った友達は全員、少しお小遣いをあげるだけで手を引いてくれたよ。まあ庶民にとってはお金に目がくらむのは仕方ないか。それじゃあバレたからには早速ずっと前からこうしてみたかったんだ。予想通りいい反応するじゃないか。かわいい。抵抗するのはおすすめしないぞ。今は姿を見せてないが、俺が少し合図をするだけで島中にいる警備隊がすぐに駆けつけてくる。痛い思いしたくないよな。だったらこのままおとなしく俺に食べられた。大丈夫、怯えなくたっていい。お互い初めての場所がこんな野外だなんてアブノーマルで興奮するだろう。どうせ1ヶ月後には後輩ちゃんは俺から離れられなくなってる。この夏の間、徹底的に君の心と体を俺に依存させてあげるから。ちょっと休憩しようか。後輩ちゃんも乾いたって。どうぞ。すっかり観察キスくらいじゃなんとも思わなくなっちゃったね。そりゃそうか。この1ヶ月の間俺ともっといろいろとすごいことしたもんな。今じゃお前の方から毎晩求めてくるようになったし、すっかり俺に夢中だな。まんまと俺の策略にはめられてくれた。ありがとな。その代わり、ち
ちゃんと責任は取ってあげるからな。